皆さんこんにちは。しっかり食べて体の中から美しく美人レシピの時間です。先生今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の料理は何でしょうか。カツオ風味の海鮮塩焼きそばを作ります。材料はご覧のものをご用意ください。今回は困った日のとっておき、まろやかでコク深い塩味ソースとしなやかな麺のマルちゃん焼きそば塩を使います。先生よろしくお願いします。任せてください。キャベツは一口大に、人参は薄切りにします。しめじは石突きを取ってほぐしておきます。焼きそばの麺を電子レンジで1分加熱します。ミレンのワンポイント、麺を電子レンジで加熱するとほぐれやすくなりますよ。フライパンにごま油をなじませ、人参、キャベツ、しめじを炒めます。しんなりしたら魚介類を加えてさらに炒めます。焼きそばの麺を入れ、水と酢を加えてほぐします。粉末調味料を加えて味付けし、器に盛ったら鰹節をたっぷりかけます。鰹風味の海鮮塩焼きそば出来上がりました。